はい、酒井養魚場さんの単調三景、サイズが16センチです。お願いします。はい、こちらも質のいい、いい上質な単調三景だと思います。単調三景や単調昭和もですね、いくらターンが良かったり、炭の配置が良くても、炭をつけているものは炭が良くないと、絶対的によく見えません。この工事に関しては、もう、エラに炭が乗っており、いい炭が出てきております。割と早い段階で、しっかりとした単調三景になってくれると思っております。はい。いい炭ついております。まだ細かい邪味みたいなのがいっぱい出てますが、どのように変わるかが、まあ、飼育過程で楽しんでいただきたいと思います。はい、お腹です。やっぱり炭も出ないのが多いもんですから、いくらターンが良くて炭の配置も良くて炭底積みがあるのを思いますが、まあ、これが少しずつ出始めているのがですね、どのように変わるか楽しみです。細かいちっちゃい炭もですね、全部が全部出ることはまずないと思います。逆にこういうちっちゃい下に隠れているのは沈むことが多いですね。じゃあなかなかこういったもので全部が全部出るのは僕はあんま見たことないものですから、出るにつれてこういうの出る部分は出る、沈む分は沈むと思っていただければいいと思います。ポイントポイントで出てきてますからね。そうそうなんですよね、はいはい、これがどうなってくるか、楽しみにしていただければと思います。酒井養魚場さんの単調三景、搭載でサイズが16センチです。ぜひよろしくお願いします。